イズ・クレイルは、かつて、東日本旅客鉄道が運行していたリゾート列車。2016年7月16日に運行を開始。小田原駅伊豆旧下田駅機関で、と休日に運用、全車両グリーム車指定席の快速列車で運用された。一部座席は、食事サービスとセットの旅行商品として販売された。列車愛称の、イズ・クレイルは、の造語であり、 大人に適した列車の意味となる。表記は C レール E でクレールである。ロゴマークは伊豆の愛とクレールの C、伊豆ゆかりの桜を組み合わせたものとなっている。車両の老朽化により、通常の臨時列車としては2020年3月29日で設定を終了し、4月4日に静岡デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーンのオープニング列車として運行した後、 6月28日の同キャンペーンのクロージング列車をもって運行を終了する予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、4月4日の運行並びに6月28日のラストランの運行については中止となったため、3月29日が事実上の最終運行となった。運行期間は約4年弱であった。ベースとなった。 常磐線651系スーパーひたち K206、編成大宮総合車両センター所属651、軽1000番台 OM301 編成4両を再改造した IR01 編成が使用される。外観は、スーパーひたち時代に、タキシードボディと呼ばれた白をベースに薄いピンク色の塗装を追加。配置は、構図車両センターであり、 2016年4月13日付で大宮総合車両センターから転属している。その後、運行終了後の2020年10月8日から9日に、かけ、長野総合車両センターへ、廃車改装された。座席はすべてグリーン車指定席、座席定員数98名。1.3号車は食事、ドリンクをセットにした旅行商品として販売。 4号車のみ一般客向けとして乗車券、グリーン券のみで乗車できる。1.3号車で提供される食事は、オーロがランチセットとして、弁当、袋はアフタヌーンカフェセットとして、ライトミールとスイーツ。いずれも東京都目黒区にあるフレンチレストランのオーナーシェフが監修を担当した。ラウンジカーには1000人のオーナーシェフが乗務し、オリジナルフードを提供する。また、 専任アテンダントも乗務し、接客の業務を担当する。快速列車だが、上述した通りすべてグリーン車指定席のため、定期券、青春18切符、北海道東日本パスの利用はできない。JR 東日本、JR 東海の駅番号とともに、本列車のロゴが入った、熱海駅の駅名標、小田原駅熱海駅、伊藤駅伊豆高原駅伊豆熱川駅。 伊豆稲取駅河津駅伊豆旧下田駅停車駅の駅名標は運行開始までに右側日本列車のロゴが入った仕様に変更されている。ありがとうございます。